お待たせしました。お待たせしましたというか遅刻してごめんなさい。すいませんでした。なんか私久しぶりなんですよ、ショールーム配信。いや、ちょっと言い訳させてくださいね。久しぶりなんですショールーム配信するの。ちょっとごめんね、言い訳から入って。あ、初訪問さんありがとうございます、こんばんは。そう、聞いて今入ろうと思ったらなんかこう、あのね、画面なんかこんばんは押したのよ、配信するもんだもんところ押したらなんかログインしないといけなくて、やばいことしてる、ログアウトされてると思って急いでログインしました。ごめんなさい、ログインから始まりましたね。こんばんは、お久しぶりです。こんばんは、今来たとこ、およかったよかった、落ち着いて、ごめんなさい、本当にごめんなさい、お待たせしました。なんかあれだな、ごめんなさい、本当に。なんかね、今ねショールームでなんかハッシュタグでね、私ね今ハッシュタグでなんか浴衣で配信中みたいなハッシュタグつけてるんですけど、それをつけて配信するともしかしたらパンダさんが登場するかもみたいな感じなんですよ。だからパンダさん来るといいなって思いながら配信します。で9時15分から山形放送があるので、だから9時15分前には終わろうかなと思います。皆さんラジオがあるので、ラジオ放送がございますので、パンダさん来るかな。シャンプー変えた？わかった？変えてません。変えてません。ね、だからね、そう、今日はね見えないんだけど浴衣を着てるの、浴衣で配信中、浴衣で配信してるので、なんか皆さんとお祭りを一緒に作ろうかなと思います。そう、カレーディオ、そう、カレーディオがございますので、たこ焼き、これ自分でもやったのかな。これあれか、前回の上の時か、ちょうどたこ焼きが入ってあった。見て、りなちゃんとかいた、なんだっけこれ、コアラ。浴衣いいね、いい、かわいい。なんかめっちゃ届いてる、まつり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 、え、すごい、まつり大量発生だよ、なんでなんで、すごい、あーすごいね。あ、ランキングじゃよ、思うか、な、5位から、5位のランキング、トラさんありがとうございます。4位ひろしげさんありがとうございます。3位ゴーホシさんはさんありがとうございます。2位にうむにうまうすにうまんさんありがとうございます。1位がブルーメロンさんありがとうございます。え、なんか金魚もいる、これがお祭りバーってやつ、すごいね、すごいわ、え、すごいね、金魚、なんかさ飛んでる金魚と袋の中に入ってる金魚2匹いますね。え、今日は髪の毛がまだしてるよ、すごい、今日は雨降ってるから、あと髪の毛巻いた、もういやね、失礼な、え、すごい、花火も上がった、私の初花火だ、今年見れてないから、みんなあげてくれてありがとう。あ、上から花火から星からなんか出てた、すごい、だるまがいる、え、だるま、あ、かわいい、飛んだ、ありがとうございますね。じゃあなんか書いてこう、首が長いから 和装が似合うよ、ロリちゃん。首長いからよくね、首長くて前に出ちゃうからね、集合写真の時とかロリちゃん首前に出さないでって言われる、顔に出ちゃうんだ。なんか黄色いのがたくさん、あ、花火あったかった、ありがとうございます。皆さん祭りだし拳聞かせて歌いましょう、こういうこと、あ、拳ってこっちか、カラオケの時に出てくる、ね、あ、花火上がった、え、何かこう、まずお祭りちょっと外出てて、今日帰りに配信する出ったらお祭りっぽいかなと思ったんですよ、と思ってスーパーやったらなかったです。もうそういう季節終わっちゃった感じかな、私だけ一人だけ夏祭りやりたいとかも
ね、なんかもう、もうね、私のね、お家の方のね、あれなかったですね、ラムネは。ちょっと待って、秋祭りもやる、え、秋もあるんだ。あ、なんかラブレター届いた、ありがとう。愛を受け取った、今から買ってきてあげる、今から買ってきてくれるの。だから、あ、見て。でもね、お家にラムネあったのね。だから、みんなに見せてあげる。紙のショールームの時と違って早口に磨きがかかってる。どうもありがとうございます。見て、ラムネ。私がね、食べたかったラムネじゃないんだけど、飲みたかったラムネを買いたかった、飲むラムネを買いたかったんだけど、お家にこれ、ありがとうございますって書いてあるラムネがあったので、今日これを持ってきました。食べないけど。懐かしい時、懐かしいよね。グッピーラムネっていうんだっけね。ラムネ違い、まだあるよ。見て、グミのラムネ、グミのラムネです。これね、文字が書いてるか見せられないんだけど、ラムネでしょ。ラムネ違いは、ラムネはよくありますね。で、ラムネじゃないんだけど、見てほしいものがあるの。見て、こんなにたくさんコロロがあるの、いいでしょ。グミです、ラムネじゃないです。いいんです。これもね、最初グミ見たとき、パッケージ見たとき、グミ、あ、ラムネかなと思ったら、ソーダでした。コロロ祭りで本当にそう。これはね、お友達がくれたの。なんかコストコ限定っぽくって、コストコ行ったときに買ってきてくれた。これは、買いました。これも買いました。これね、ずっと探してたんだけど、何回買いに行ってもドンキホーテで売ってるんだけど、だ、何回買いに行ってもダメなの。なんかね、あの、何回買いに行っても出会えなくて、この間やっと出会いました。これはおばあちゃんがくれました。私のコロロは以上、コロロ紹介でした。コストコ限定なんだ。そう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 、まだ食べてないんだけど、コストコ限定ベリーベリーベリー、モアモアモアみたいに、あ、花火上がった。なんかドンキでもね、そうなんだろうね、食べたいわ。早く、いつ食べようかな、食べようかな。なんかあれだね、順位がすごく変わったので読み上げてもいいですか。5位がリサクさんですね。で、4位が一世さん、3位がカズちゃんさん、2位がひろしげさん、1位がすみなえそうすけさん。ありがとうございます。いろいろ夏祭りに参戦していただき、ありがとうございます。テロップ出さない？テロップって、あ、なんだ、なんてやる？テロップ何がいいと思います？テロップ出せるんだ、そうだそうだそうだ。うん、何がいい？テロップ。ルリとす、何がいいかな？みんな何がいい？テロップ大募集。ルリティアン。テロップ大募集。浴衣配信、浴衣配信。いや、確かに。ふりちゃんと夏祭り。浴衣で夏祭りにしよう。浴衣で夏祭り。なう。なう。ふりちゃんと夏祭り。行こう。夏祭り大好きだから、私。ふりちょす。夏祭りや。イエスイエスイエス。あ、夏休みの宿題終わりました。ありがとうございます。あ、 ありがとうございますじゃないよ。おめでとうございます。あ、お仕事ね、キラキラーってなった。うん、皆さんお仕事お疲れ様です。今日はやるって言ったら、配信、あ、じゃ配信じゃない、お仕事早く終わらせるねってみんな言ってくれたから終わった。まさかね、仕事中に見てるなんてことは。夏祭りでルリちゃんとすれ違ったら、その場で失神しそう。割とそこら辺にいるかもよ、気づいてないだけ。行ってるかも。行きたいな、夏祭り。どこの夏祭りも終わっちゃったのかな。あ、そうだよね、みんなショールームといえばね、うちにはゲストがいるんだもんね。さっきまで仕事した。お疲れ様。ピチャ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 ですね。
なんか聞いて、このねピーちゃんね、前までいたピーちゃんと違うの。3匹目みんなと会ってない間にピーちゃんは旅立たれて3匹目、旅に2代目じゃないの、3匹目、2代目通り越してます、ごめんなさい。なんかおばあちゃんがお家に泊まりに来てて、1匹あの先祖ピーちゃんをおばあちゃんにプレゼントしたのね。そしたらお母さんの方のおばあちゃんにあげたんだけど、この間そう、それで2匹新しくアマゾンから飛んできてもらって、そうアマゾンから2匹飛んできてもらって、これ3匹目なんだけど、で2匹一緒にね、あの旅立たれてて死んだんじゃなくて、あの巣立った方のね、そうそうそう。で今度はお父さんの方のおばあちゃんになんかお花をあげようと思って、お花ドライフラワーをね買ったの。そこの真ん中にこうさ、ドライフラワーがさこうあるでしょ、ここにピーちゃんつけておばあちゃんにプレゼントしました。だからそうそうそう、これね3匹目、そう2匹目はみんなに会うことなくね、あのいなくなったんだけど、飛び立ってしまったんですけど、皆さん3匹目のピーちゃんもよろしくお願いします。どこにある、ここかな、え、なんかさいい感じじゃない、この木のところらへんに乗せたら止まってるみたい。そうそうそう、幸せを運びに行った、いいいいわ。あすごいね、見て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 、ミラーボール見て、バブリータイム、バブリーバブリーポーズありがとうございます。見て見て見て、ピーちゃんも喜んでる、ピヨピヨ、おばあちゃんもそう喜んでたよ。おじいちゃんにもあげなきゃね、気づいた、踊らなきゃ、金魚、バブリーピーちゃん。ピーちゃんさ浴衣ないねピーちゃんに浴衣なかった、じゃあピーちゃんに似合う浴衣、あまたバブリータイム来た、見て見て見て、ありがとうございます。バブリー花火も上がった、ありがとうございます。やったね、ピーちゃんを描いて、正面ピーちゃんを描いて、絵でね正面ピーちゃんを描いたら、そこに似合うお洋服を私が描いていく。ピーちゃん正面ピーちゃんしてるんだけど、まあこんなもんか、ピーちゃん正面ピーちゃん、そうだからピーちゃん描いたから似合う浴衣を描いていく、ピーちゃんに着せてあげる。ピーちゃんも嬉しそうですね、キュピュ嬉しいピヨ。あ金魚飛んできた、ルイちゃんへ好きです、ありがとうございます、大好き。あちょっと待って、スクスタイムを設けたい、ピーちゃんに先にお洋服にしよう、何柄にしよう、え何柄がいいと思う、私お揃い回りかなと思った、どう思う、何がいいんだ、金魚柄とかお揃い、ピーちゃんお前喋れるのか、ゼブラ、それリナちゃんよ続々被害者です、なんでなんで、お揃いかな、お揃いラムネ柄、浴衣何がいい、それにしようかな。でもさ今気づいた、ひよこにどうやって着てる、むずくね、花火柄、ああ花火柄もいいね、ピーちゃん頭に乗せて、ピーちゃんここにいるよ、ピーちゃん柄、ピーちゃんにピーちゃん柄つける止まらないピーちゃん、何がいいかな、何がいい、何がいい、初訪問いらっしゃい、天空花火柄難しい、じゃあとりあえず花火柄にしよう、花火柄多かったから、みんな笑わないでね、朝顔難しい、あー難しい、気づいた、あれ気づいちゃいない、最近さねえねえねえ私の一番かわいい、あ花火よかった、何柄にしよう、花火柄だ、であのフルーツジッパーさんの曲あるじゃないですか、それで最近すごいハモってて聞いてるんですよ、笑わないよ爆笑する、笑ってんのよそれ、笑ってんのよ、私中学校の3年生の時に修学旅行であのあれに行ったんですよ、京都奈良に行ったんですけど、
をその時になんか鏡に何だっけなんか絵を描くみたいなのがあって、ただの絵じゃないんですよ、なんだかあの伝統工芸みたいなのあって、ごめんなさい忘れし、なんだっけな、しきって言葉あります、なんかそんな感じのやつがあって、それをやった時に花火の絵を描きました。ちなみに前の席にこんな描いてもらいました。あ、また来た、バブリータイム。そうだから花火を覚えてる。湿気、あ、そうそう、湿気、あ、ない湿気式、あれ湿気ない、初見です。他のスタプロのお宅やってて最近ウッカに興味を、ぜひ沼って行ってください、いらっしゃい、ウッカの沼に。なるで鹿に襲われ、ちょっと聞いて、私さ鹿せんべいすごいあげたかったんだけど結構怖くて、鹿がね、私あんまり動物得意じゃなくて、なのであの鹿のせんべい買わずに終わりました、買いたかったのに。え、違法なの湿気って、じゃあ湿気じゃないかも、なんだっけ、なんて言うんだろうあれ、わかんない、湿気、あ、漆塗りやつ、違うな、え、なんかね絵の具、わかんない、もうやめよう、わかんなくなってきたなんかわかんないけどあんのよ、なんか調べてみるね、だから修学旅行の修理とかまで残ってるから、配信後にあのお知らせします、待っててみんな、なんだ、青い沼ちゃん、私さルリって名前すごくさ語呂がいいんだよね、最近ルリ組って言われるからメンバーにルリ組って言われますね、沼組って、沼ピヨ、そうルリピヨって言ってくれたから、あやねちゃんがもっと呼んでくださいって言ったの、したらルリ組って言われた、はい、ピーちゃんお洋服着れました、かわいい、じゃあルリって名前好き、え、嬉しい、ありがとうございます。待って、もうちょっとちょっとだけ待って、よいしょ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 、ちょっとだけ塗って、ここ私が絵描いたやつスクショして、欲しい、スクショして拡散してほしいな、これでです、待ってね、ピオちゃんもいるから、皆さんスクショしてください、できた、ありがとうございます、スクショしてください方、スクショしてくださった方、え、めっちゃよくない、え、やばにかわいい、ピチャ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 、999枚撮った、すごいじゃん、サブスク30秒15秒ぐらいだったから、多分シュ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 って感じ、できました、しました、ありがとうございます、売ってくれピーちゃんを、ピーちゃんアマゾンから飛んでくるよ、僕の好きなバンドにルリーヨっていう曲が、えーすごい、じゃあルリとルリリロで運命だね、ピーちゃんもルリちゃんも可愛いよ、石ありがとうございます、なんかピーちゃんに夏らしいもの描いていくわ、金魚いいね、金魚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 、スイミーとかさ小学生の時やらなかった、スイミーだっけ、こっちか、なんかやりませんでした、これ全世界共通だと思う、スイミー、なんか黒色のやつと白色のやつ、スイミー懐かしい、やっぱスイミー世界、やっぱそうだよね、スイミー世界共通、あ、私が食べたかったラムネも買ってます、飲みたかったラムネか、飲みたかったラムネ、私さ炭酸がすごい好きなんですよ、三ツ矢サイダーとかそれこそね、すごい好きなんです、だから飲みたかった、いつか飲んだらお知らせします、数本の白い窓、あ、なんかあった気がする、わあ懐かしい、あとさなんとかは走ったみたいな、中学生の時にやるやつ、
メロスは走った激怒した、メロスは激怒しただっけ、なんだっけ、炭酸好きなんだ、そう炭酸好き。最近好きなのはなんかブラッド、あ違う、グレープフルーツのミササイダーかな、多分可能あるんですよ、コンビニに売ってるやつ、あれが好き。走れメロスだ、思い出した、そうだそうだそうだ、3匹のヤギガラガラ丼、え、それ教科書に載ってたの、聞いたことない、見て、ラムネと金魚、絵本か、あ知ってるかも私それ、なんか読み聞かせみたいなのがあってちっちゃい頃それで読み聞かせてもらったかも。グリットグレー、あーグリットグレーも懐かしい。もちもちの雪は知らない、もちもちしてるの、なんか初訪問が今日は多いわ、ありがとうございます。読み聞かせ特典会、みんな寝ちゃうでしょ、読み聞かせしてたら寝ちゃうでしょ。雪は激怒したニナちゃんが怒っちゃう。大きなルリ、小さなルリは、大きな栗の木の下で、アートジャムの効果かな、あそれはあるかも、ありがとうございます皆さん。ジャムのね感想言ってもいい、すっごい楽しかった、本当に楽しかった、なんかねまた戻ってきたいなってすごい思った、すごい楽しかった、広いしね。赤のアイドルさんのライブも見させていただいたんですけど、すごい良かった、楽しかったし、なんかなんかこういうねすごいなって思いましたね。なんかノイミーさんのねトイコールミーさんのステージ見せてもらったんですけど、あれってステージに立ってると自分がどこいつ抜かれてるかって分かんないんです、まあ、例えば歌ってるとかならね結構抜かれやすいかなとかあると思うんですけど、でもどこ映ってるか分からないのに一つ一つの表情がすごい可愛くて、あ可愛いと思いました、勉強になりました。アーリンさんも可愛かったですね、可愛かった。なんかさあのちっちゃいトロッコにさこう他のメンバーの人形さん乗せてて、それがめっちゃ可愛かった、それはギュッなんかこう引っ張ってるのが可愛かった。ドロベリーステージ、うーんありがたかった。なんか今エビバチで飛び跳ねてたルリちゃんも現れるときゃ、みんなで飛び跳ねようよ。なのであの議員さんになりたいの？のとこにピョンピョン飛んでた。私歌うよって飛んでました。なんか多分ステージ書くかって、やだキュン、飛び跳ねますぜひ。ウリちゃんのブリックボイス好きすぎ、なんか前までは議員さんになりたいのって多分歌ってたんだけど最初の方は、でもあの音源のミサトちゃんのやつ聞いた時にのーってなってた気がしたから、お嫁さんになりたいのってちょっと可愛くしてみました。んそうそうそう、俺も飛び跳ねた、いやよかったです、飛び跳ねて皆さんで。ステージ中央にルリちゃん一人になってなかった、覚えてない。えなってたもん、なってました、なってたか、私のソロコンじゃん、そしたらくー、なんかあそうだ、あとねタリルリだのアンテナ違うな、心ビビッハートな、あの私の2サビの心ビビッとってあるんですけど、あるんだけどリナちゃんがその前歌うんですよ、そうリナちゃんがそのリナちゃんのパートを歌うときに語尾を上げるんですよ、そこのタリルリナの、絶対釣られるんですよ、絶対釣られるんですよ、心ビビッアンテナ心アンテナピントじゃないな、心ビビッとって言うから、ビビッとってね、ディフのガーデン、ディフの時にねスマイルガーデンの時に多分上がってる214の真っ白なの、そこ本当は真っ白なのまでで2人だったんですけど、真っ白なと分けた方がいいんじゃないってこう提案していただいて別れることになって、私はノー担当ですね。なあ、そう実は一番最初の方だね、
結構前のお話だけど、その話、そう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 、8時の2番出しのルージュの思考です。こう、私コンタクトつけてるから、私にぴったりのパート、コンタクトの向こうには、そうそうそう、もうそろそろ1年ですよ、私たちが加入して。早い、早すぎる。世界で一番可愛いの、やった、可愛い、もう、降ってきた。僕もコンタクトなので視力も一緒ですね。コンタクトの人たちは皆さんそんな感じします。あっ、ルル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 ル青色にしました。なんかここね塗ってたんだけど、うまくいかなかったから、ハートが来た。友達が塗ってくれましたよ。あと見て、でも、ね、見て、ここ自分で塗ったら塗れてなかったのあら、新衣装と似合わせたのに、そう、新衣装に合わせた。前回はなんか透明っぽいピンクっぽい色つけてたんですけど、今回の衣装が青なので青にしてみました。ブルベカラーめっちゃブルベカラーかも。ネイルずっと可愛い思ってた。ありがとうございます。濡れてないところある、あるある、そうそうそう、あるあるなのよ。初訪問が、こんばんは、いい色。あ、見て、チルリンチンチン、チルリンチンチンチン、テンテンテン、チルルテンテン、チルルテンテン、チルルテンテン。今回の衣装ね、すごい似合ってるってね言われるの、嬉しい。似合ってます、今回の衣装。そう、ここにリボン2個つけてて、そう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 、なんか見て取れちゃった。爽やかな衣装、そうだよね、なんかうっかっぽくない、あの衣装が。まあそのね、ウカの雰囲気に合わせて使ってるんだけど、作ってもらってるんだけど、めちゃウカっぽくって、私すごい好きですね。青いだけに青が一番似合ってる。あら、やっぱブルベだね。私多分ブルベなんです私多分ブルベなんです。青春小説だった、あ、そう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 、青春小説ですね、小説と小説。いや、今後ね展開される曲がすごい楽しみですね。皆さんに早く聴いてほしい。ステージ見た瞬間、好きという感情が生まれた。初見さんだ、好き、楽しみに待ってるよ、楽しみにしてて。そう、絶対ね一個聴くたび、あ、またね一個聴くたび、新しい曲聴くたびに、あ、こんなんなのみたいな、全然違うじゃん、ほーってなりますね。そう、いろんなウッカが見れますよ、知らない私が見れるかも、楽しみだね。そう、惚れた、惚れて青春感じたのでお願いします。もうみんな感じたでしょ、青春、いいな、青春した。だんだん眩しさが増す、ルリちゃん、キャー、まだ知らないルリちゃんが見れるかも。これアイドルヘアって言われてるやつやったんだ今日。なんか分け目をこっちにずらしてやるやつ、見えてないけどね。ねえパンダさん来なかった、私の見間違いじゃなかったらパンダさん来なかった。パンダさんどこですか。そういえばパンダさん来てないね。そう、アイドルヘアしてみた。パンダさん、パンダ来たら多分出てくるよね。パンダさんたらどこで寄り道してるのかし、ね、同じ分け目にするとはぎれるし、やめてくれ。小学校の時の私や、小学校の時毎日ポニーテールしてて、結構がっつり結んでたんです。ママに結んでもらってたんだけど、そう、
あのそしたらこの辺がハゲてきちゃう、うん、結構さここってハゲやすいんだけどハゲてきちゃった。あ、パンダだ、あ、パンダだねパンダのアイコンに変わってる。どこで笹食べてるんだ。パンダの仕組みわかんない。え、なんかさショールームさんのさサイトから見れた気がする。なんかパンダが来るかもよみたいな。多分わかる。ポニーテールにしちゃって書けた。あ、ほらハゲるよね。しかもさ、なんか小学生の時とかさママに結んでもらうじゃん。ママたちって結構遠慮なくグッと結ぶからさ痛いね。パンダさん来たね。パンダ違いだ。そう、まあホゲがすごい。ホゲっていうかホゲじゃないこれは。似合う？アイドルヘア。パワーパワーパンダ描くか。自分でパンダ登場させよう。パンダさん来なくて寂しいからしょうがない。似合うよ。言わせてる感があるけどいいんです。なんかね小学生くらいの時にもちもちパンダみたいなっていう、確かねもちもちパンダっていう名前のキャラクター、パンダのキャラクターがいたんですよ。そう、それ好きだったからパンダ描ける上手に。ないない描けいいじゃん。そうそう、来ないんだから。パンダさん寄り道してるみたいなんで。パーちゃんどこ行った。パーちゃんねあちらにいらっしゃるそうだよね、下向いてると下向いてるとパンダです。それは牛さんですね。パンダじゃないですよ。牛さんです。アイコンがいい感じ。すいません、マシ君牛です。牛ですよね。浴衣着てるの。浴衣着てるよ。見える？見えないよね。浴衣のルリティアンは今日だ、この夏最後の浴衣かもしれない。なんか不機嫌なさパンダになったかも。全然元気なパンダなのに。見てミラーボール。チュルルンチュンチュンチュルルンチュンチュンチュルルンチュ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 ルルン。見て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 、パンダじゃない。公式からこんばんはって来たよ。え、すごい、パンダだパンダだ。え、すごい、ちら見て、パンダさん来ないからパンダさん描きました。すごい本物だ。すごい、パンダさん来た。登場だよね。僕そっくりですね。僕描きました。すごい、みんなのおかげだ。みんながパンダ連れてきてくれた。ありがとうございます。ありがとうございます。せっかくなら笹も食べさせてあげよう。あれ緑使ってないよね今日。緑色のさペンがなかった。出張大抽選会です。やったー。抽選してくれるってこと。これから抽選をして当たった商品をプレゼント。やったー。あーすごい、なんか振られてる。たくさん欲しいプレゼントありますか。欲しいプレゼント、プレゼントって何がありますか。すいません、プレゼントって何ありますか。すごい、特賞は任天堂スイッチ、1等は S ああーパーカー、ショールームパーカー、2等は私花火セット、花火セットが欲しいです。花火したい。スイッチも欲しいけど、でも花火セットが欲しい。視聴者さんには1名無料で花火券ギフトをプレゼント。じゃあみんなで抽選会。それではいきますよ、抽選はスタート。チュルシンチュンチュン、ガラ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 。一緒にスパブラしたい。10番、10番ってなんと10等ってこと。10等ってことかな。当たり、当たりか。花火セット、やった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 。
サさんに1名で花火の千個ギフト、あ、皆さんの抽選の番です。ガラガラガラ、抽選スタート。ガラ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 、皆さんにポイントのね抽選がスタートしまして、当たりますように、みんな当たりますように。キッドさん当選になります。おめでとうございます。すごい、おめでとうございます。いる？キッドさん見てる？いる？おめでとう。花火、無料花火1000個プレゼントします。すごい、みんなハッピーだ。私も花火当たった、200個も当たった、やったー。ありがとうございます。パンダさん来ていただいて、特典は後日発送させていただきます。ありがとうございます。それでは失礼します。失礼します。ありがとうございました。バイバイ、バイバイ。ここで花火大会だ。え、やった、花火できるよ。やったね。星木さんありがとうございました。ありがとうございました。やった、皆さんありがとうございます。花火です、やったね。皆さん花火、パンダさん来ないと思ったらパンダさん来ましたよ。公式パンダさんありがとうね。花火どこに反映されるんだろう。確かにキッドさん花火おめでとうございます。やったね。あ、虹がかかった、幸せだ。最後の花火が当たりました。後日届いた時にはもう8月じゃなくなってるかもしれないけど、花火したら皆さんにお知らせします。花火になったかよかった。確かにね、花火やってると動画撮れたら撮ります。皆さんお待ちください。ありがとうございます。やったね、ありがとうございます。パンダに花火買いとこう。でもピーちゃんが、ピーちゃんも花火の浴衣着てるからかも。めでたい、めでたいよ。それではすいません、 それはおしで。すごい、花火が上がりました。楽しみだね花火。うん、楽しみです。嬉しくて舞い上がってる。そんなこんなであと5分であれですよ、うっかり娘のうっかりレイオが始まってしまう。どうする、どうする、告知だけするか。最後に告知は、9月3日にララポート横浜さんにてリリベがあって、9月4日に立川立ちさんにてリリベがございます。そしてスニーさんとのね、あの合同リリベも9月10日にありますので、皆さんぜひ10日か10日ですね、ぜひ来てください。お待ちしておりますね。え、嬉しい、500人も見てくださってる、ありがとうございます。え、嬉しい。9月11日です。あ、失礼しました、9月11日です。皆さんぜひ来てください。セブン行きます。お、待ってます。雨が心配、晴れ女で行きます。マネージャーさん晴れ女なんで、受信説してみました。やったね、すごいテンション上がっちゃった。そう、皆さんグミの日に あるので、リリベが皆さんグミ持ってきていただいて、リリベの日にしましょう。いいリリベにしましょう。あ、そうだそうだそうだ、11月3日にオールアウトセカンドもございますので、全曲披露それまでに体力つけて頑張ります。皆さん待っててください。詳細はまだ後日ツイッターとかでお知らせがあると思うので、待っててください。そろそろじゃあ終わるかな。皆さんありがとうございました。パンダさんもありがとうございます。ピーちゃんもパンダさんも、花火が来ます、当たりました、ありがとうございます。じゃあそろそろ終わりにしますね。ありがとう。あ、待って待って待って、その前にランキング読む最後に、危ない危ない、
これ第5位が一斉さん、ありがとうございます。第4位がリサクさん、ありがとうございます。第3位がゆかりみさん、ありがとうございます。第2位がけこださん、ありがとうございます。第1位がすみなそうすけさん、ありがとうございます。それでは皆さん良い夏祭りを過ごしてください。私も花火当たったので楽しみます。ありがとうございました。おやすみなさい、バイバイ。あ、無理だった、バイバイじゃない、ここだ、バイバイ、おやすみなさい。